ってしまうから。巨人に掴まれたんだからまだ動いちゃダメだよ。止めたのに効かねえんだ。さっきなんて腹筋してたからな。何入れたの？パンのようなものは何も。おい、てめえこら。返せよ。おい、それより兵。まあいい。お前らが舐めた掃除をしていた件は後回しだ。エレン、ハンジが軸もねえし、ところどころの肉も足りてねえ。そしてエレンのケツが出ている。わかってるよ。エレン、まだ血が出ています。ミラモブレット。エレンの顔が。早く止血しろ。運転手、あなたに人の心はありません。資材の代わりにエレン一人連れてきゃいいんだからな。雲を雲じゃないものにできるかはエレン次第だ。我々の知り得ない真相さえ知ることができるだろう。だが、あとはクリスタ、いや、ヒストリア・レイス、あいつから壁についての情報をた。エレン、まだ寝てなきゃダメ。そろそろ見張り交代だな。ミカさん、助けたいとも思ったけど、今は違う気がしている。ユミルは自分、もうみんなに優しくていい子のクリスタはいないの。いや、なんかその方がいいんじゃね。そういえばあれは、ハンジさんたちが到着しました。今に集まってください。つくな。これは我々の仕事だ。最近頻発している強盗殺人事件だからな。お前らの出る幕じゃない。中央第一憲兵団。そっか、強盗にあったのか。ニックかわいそうに。でも彼は盗まれるようなものも。でも私はニックの全てを知ってるわけではなかったということなのでしょう。おい、話せ。になるでしょう。ああ、かわいそうに。そうお伝えください。失礼します。ないだろうとは思っていた。だから正体を隠して兵舎にいてもらったんだけど、まさか兵士を使った。で、ニックの爪は何枚剥がされていた？え？見えたんだろう、何枚だ。一瞬しか見えない。嗅ぎつけたことは明確になっていない。ただその中央の何者かに目をつけられたのは確かだろうな。もう少し遅かったら俺たちどうなってたんだ。どうしてエルヴィン団長はこのことを。なりふり構わずってとこだ。そこまでして守りたい壁の秘密って。それにエレンとヒストリアを手に。ロストクの方が紛れやすい。街中の方がいざって時にこいつを使えるしな。確かに。それにユミルとベルトルトが話していたことで思い出したことがあって、話す時間がなかったんだよ。ここに。トロストクの窮状をお聞きになったフリッツ王が王家の備蓄を解放してくださった。十分人の機嫌を取りすぎたのではないですかな、レイス卿。必要だ。ここでもう一度王家の求心力を上げ。キュッ。うまずら生に。中の様子はどうだ。あとはお前らで十分だろう。俺はエレンの方へ行く。とりあえず奴らを抑えたらすぐに合流しろ。トルノ。はい、特徴は一致してます。お、見張りは。近くには誰もいねえ。動くと次はどこに当たるか分かりませんよ。ピクシス司令の宿舎まであと少しです。替え玉作戦の方は成功だ。その割には浮かない。ニーファ、切り裂きケニーを知ってるか。都の大量殺人鬼ですか。なんでつけるときは両斜め後方と見晴らしのいい高台。